ピースキーパー、このハゲおさんに挨拶しないとはな。最初懐かしいおっさんだ。まるで俺の軍の時の上官みたいな感じです。厳しい訓練受ける時にいつもなんかあんなサングラスつけてなんか来てたんですけど、本当になんか怖かった。いや、なんかめちゃめちゃワクワクするんですよ皆さん。俺日本に来て初めてのタルコプですから、今までは韓国でやりましたので、韓国とタルコプの相性は実は悪いです。つなげるサーバーも少ないし、マッチング時間がすごくかかります。韓国でやった時は18分まで全く記憶があります。20分超えたこともあったんだよな。そういえば本当にマッチングが遅いんですよ。ただまあ日本で今なんかサーバーつなげようとしてみたら、そのアジアサーバー、シンガポール、ロシア、そして USA ウエストサーバーまで、まあ4つのサーバーに行けるんでしたので、そこがなんかすごく私には新世界でした。あっ、やばい。あのヘルメットレベル4のやつじゃないの、カルマ。くー、タルコフ知っちゃった。この出口マジなんとかしてくれよニギタちゃん。撃ちたくなるんじゃねえか君。諸兵自由はこんな自由な移動がまずできません。重すぎて。戦争中の時の、まあ、軍人が持っているバックパックの重さはだいたい25キロから28。重かった場合は30キロまで増えます。バックパックだけで30キロで、AR 武器が3キロくらい、毒ガスから耐えるためのそのマスクがまた1キロくらいするんじゃないかな。0.5 キロ、1キロ。マガジンを入れたのリグも結構重いし、逆にマガジンの方がめちゃめちゃ空っぽです。なんか軽いです。指でこうなんか触ってみたらカンカンカンの音が出るぐらい。で俺このチンヘルがマジで PTSD やばいんだよな。俺現役の時のチンヘルとそっくりだマジで。これ2年間使ったからな。マジ 100% 一緒です。もうチンクロがやばすぎる。もう匂いまでさ、なんか思い出す。これ臭い匂いしてるんですよ中に。俺のヘルメット1960年代、70年代、50年くらい扱ったヘルメットでしたから、やばかったんだよな、マジで。なんか、ハゲそうな、そのヘルメットでした。あと、めっちゃガチャガチャしてるんですよ、もう。なんか、その自分の頭のこの前の方さ、一生殴ってる。タン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 って。アマゾンにあるやん。お前何してんの。あー、なんであるのこれ。やめてマジで。1万5000円ってやばくね。これお金払って買うの、俺マジでさ、今一瞬配信のために買った方がいいのかなって思ったことあったんですけど、あれは自分のお金で買うとは思わなかった。ガチでやばいな。これ売ってるんだよな。俺が使ったやつはこれです皆さん。これの上に、その、スキンをかぶせますね、スキン。布のやつを。高くね、これ。韓国のやつはこれですよ。そっくりじゃないの？これのさ、これの外側に、この布をかぶせただけです。うわぁ。これ、見えます？こうなったの。まあ、所詮、クラス3でしょ。そんなにたくさん守ってくれるはずではないです。けど、間違いなく、上官の方々のヘルメットとも一緒だった気がするな。マジで、まあ、2スター3スターの方々のヘルメットだけ、もうちょっとなんか、ちゃんとしたもので作られた気がするけど。俺たちはマジでもう、1970年代で使ったヘルメットで、アーマークラスもなんか弱そうなやつばっかだったんだよな。てか、なんだろう。アーマーリーグはクソ邪魔です。アーマーリーグ。マジで。あ、俺、アーマーリーグはマジで大嫌いだった。俺が使ったアーマーリーグは、マガジンが2つしか入れないアーマーリーグでした。左側に1個、右の方に1箇所。あと、胸の方にグレネードを2つつけれます。左の胸と右の胸にグレネード1個ずつ。あれがマジで気持ちが悪い。爆弾が胸の近いところについてる経験はマジで
そもそもしない方がいいと思います。せめて俺の知り合いの誰、まあ、誰かはやめてほしいもん。経験しないでほしい。そうそう、めちゃくちゃだね、もう。爆弾がなんかね、つけてるの、もうついてるのよ、もう。投げるために。まだログインできません？今ログインできない方いらっしゃいます？できない？マジで？いや、俺日本ですよ、皆さん。俺日本で住んでる、今。いや、でもマジ良かった。皆さんとなんか、俺はもう個人的にめちゃめちゃ嬉しいです、今。感動する瞬間なんですよね。俺には今日が。日本でさ、なんか、例えば、まあ今、俺はログインできたり、皆さんはログインできなかったりしてるんじゃないですか。で俺は韓国サーバーだから、まあ一応、ちょっと先に入れたんじゃないですかみたいな、言い方をしたかもしれないです、でしたから。でも今、俺も日本で住んでるし、俺ら同じ日本で住んでるから、もう皆さんが入れないのはちょっとおかしいっすね、みたいな返し方ができるんじゃないですか。これマジで嬉しい。A さん、韓国に行ったことありますか？一応あります。俺は韓国に1000万回ぐらい行ったことあります。韓国旅行プレーターです、プレーター。今、日本で住んでる方々の中では、トップ500に入れるくらい、韓国に対してはレベル高いと。この慣れてる風景、ここに、ビジネススタッフがあるはず。よし。あの、家が見えるんだよな。は？皆さん、私のピング8万7000、なんか、ドラゴンボールの戦闘力みたいな感じになりました。まず、メガネが壊れちゃった。これがベジタの気分なのか。あ、そう、スカウターだ。名前忘れちゃったけど、スカウターでしたね、スカウター。BTS の長編についてどう思いますか？まず、どうでも思ってないんですけど、これが答えになると思いますか？私は一般人ですから、彼らがまあ、行っても行かなくても、俺とは関係ないかなーって感じですかね。まあそういう立場なんですけど、行ったらみんなとあんなに偉い人たちも同じく行くんだって思われるから、それはそれでいいと思うし、行かなくても彼らはもう海外からお金をたくさん稼いできましたので、別にいいと思います。俺は大丈夫。たまにまあ韓国の男性の、男子の方々の中では、徴兵免罪された人たちはいますけど、彼らはまあ言いづらいかもしれないけど、俺は一応2年行ってきたやつですから、言えるかも。ラスさんとセリさん、まだガキでしょ。これはまあ言ってもいいでしょ、別に。徴兵行ってこなかったから。同じ韓国人と韓国人だったらさ、そう、まだガキなのよ、みんな。ねえ。徴兵行ってこなかったんだ。おう、クソガキじゃないけどさ、ただのガキなんだよ。クソガキはいいです。まあ、詳しかったらもう、超へ行ってきましょう。早く。みたいな冗談をよくやってます。友達とはね。お前悔しいの？じゃあ早く行ってこいって。超へはやっぱめちゃめちゃきついですか？当たり前じゃないですか？食べたいことをなんか自由に食べれなくなる時点でちょっとやばくね。コンビニに行きたい時にコンビニ行けない。携帯も使えなくなるし、家に帰れないし。彼女と別れないとダメだし。まず彼女作らないとダメだ。あ、ゲームできないし、そして。